2020年8月、カーボベルデにウミガメのハイシーズンがやってきた。今年は気象条件が抜群にいい上に、ここ数年カーボベルデで取り組んでいるウミガメ保護の活動、さらにはコロナによる観光客の激減など、さまざまな理由が重なり、近年まれに見るウミガメラッシュが起きていると言われている。せっかくなら会いに行こうと近くのビーチで夜な夜な待機をしてみたが、彼らはそう簡単には姿を現さない。そこで宿のオーナーに話を聞いたところ、車で10分ほど離れたパラダイスビーチに行けばかなり遭遇率が高いということが判明した。ちょうどオーナーも子供たちを連れてウミガメを見に行きたかったらしく、ラッキーなことに車で連れてってもらうことになった。今からどこ行くんですか？今からね、ウミガメのリベンジに行こうと思います。ちょうど今日そう満月で、なんかウミガメは満月に産卵する確率が高いみたいな、そう見て、はい、ということでウミガメを見に来ました。でね、今見に来た場所っていうのが、あの私たちが今住んでる家のオーナーの助手のお家に来ました。で、助手のお家の目の前がパラダイス。そう、助手の家の目の前がねビーチ で、そこにウミガメが来ることがあるっていうことで、今もう8時半なんだけれども、これからゆっくりねお酒を飲みつつ、あのまあ来たらラッキーっていう感じで待とうと思います。いい、ね、来てもラッキー、来なくてもお酒が飲める。そうで、しかもすごいことに待つ場所がこの家のバルコニー的なところでプール付きなの。やばいね。そう、本当に個人のプール。やばいね。そこにもう大きいなんか椅子とかテーブルとかがあるから、そこでまあ女子のね家族とかもみんなで、あの亀を 待とうということです、はい。なんか見つけたぞ。助手がすごく遠くにいるウミガメを見つけたようです。ということで帰ってきました。女子の家に行って、女子の家族みんなとあの亀を探しに行ったんですけれども、ビーチに出てすぐ10秒ぐらいで女子があそこにいるぞって言って、早かったね。早かったよね。
そうで、その行った指差した方向に本当にもうウミガメがビーチにも上がって体勢整えて産卵してて、そうで最初の1匹目はね10秒ぐらいで見つけて、その後もあのポイントをちょっとずつ移動しながら合計結局10匹ぐらいはねもうウミガメと会うことができました。で中にはもう産卵中のやつもいたり、もう産卵が終わってあのまた海に帰るっていうあのウミガメもいたりして、これから来るってやつもいたかも。そうそうそう、でまあ1時間ぐらいなんだかんだいたのかな外に、でまあ10匹も見えたしね。やばいね、さすがにもう私たちもほんと満足して。小笠原でもあんな見れないからね。ああそうなんだ、でサイズがすごいとにかく大きくて、やばい、あれはマジでなんかまあこのぐらいなのかなみたいなって思ってたらもうほんと1メーターぐらいはあったね。うん、本当に50キロぐらいあるんじゃない、もっとあんのかな。ほんとね想像より大きくて、そう立派でなんかもう感動だったよね、あの産卵してるところを見れるってなかなかないんじゃないかな。ないないないよね、産卵のところが見れたのは本当にレアだと思う。だよね、なんかであとやっぱさ、泣いてたかは分かんないけど泣いてるような顔してたよね。うん、なんか頑張ってる顔してた、でもドキュメンタリー番組を見てるようなようだった、ね、やっぱね、まあ、ウミガメも多分メスが産卵するんだよね、母は強いなって思った。そうだ、ね、動画がねあのライトがつけなくて、ウミガメがライトに敏感で、そう逃げてっちゃう、産卵しないで海に戻っていっちゃうからっていうのでライトがつけなくて、ちょっと今回の動画は暗くて見づらいところもたくさんあったかもしれないんですけれども、でも本当にこれはねあのレアな映像だと思うので楽しめていただけたら嬉しいです。はい、はい、ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。マスクに加えてシュノーケリングのフィンを借りることができたので、結構ね今日深いところまで行ってみようかなと思います。